いかがですか、お客さん。ちょっと遊んでいかれませんか。ん？私、この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をおつけできますよ。いかがです？この店はキャバレーか？いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか、ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんのや。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。わかった、案内頼むわ。その代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれや。もちろんです。さあどうぞこちらに。お客様、お待たせしました。当店ナンバーワン嬢、ゆきちゃんです。どうも、ゆきです。よろしくお願いします。おう、よろしくな。それでは乾杯しましょうか。おう、すみません、私こんなんで。いや別にええけど。でもほんまにあんたナンバーワンなんか？ええ、一応。ただこの店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけどね。3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい、ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、ファイブスターが現れてからはずっとこんな感じで。ファイブスター？何やそれ。蒼天堀ファイブスター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや。そんなに人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない？なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。ん？毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです？ないでしょう。なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは蒼天堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。
うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょ。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいますよ。何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。ああそうだ、そういえばあなたの娘さん東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー可愛くてびっくりしましたよ。いやーそれにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。お前娘に何かする気か。さあ私は別に何も。ただそういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですから、くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますゆえ。くそ、私はどうすればいいんだ。店長、どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな店長。あ、お客さんすみません、お恥ずかしいところお見せして。気にするな。それにしてもなんなんやあいつ。蒼天堀ファイブスターだったか。なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀ファイブスターはお互い手を組んで蒼天堀のキャバクラを全て自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべくたくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず、金を使った引き抜きや嫌がらせ、暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかしなんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんや。詳しいことは分かりませんが、噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す。はい、なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することでそこに渦巻く金や利権、人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなく
キャバレーまで独占できれば実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もう奴らの要求を飲むしかないんですかね。あんな奴らの悪事に屈してしまうのはすごく悔しいんですが。しゃあないな。店長、俺が手伝ったるわ。え？実は俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。グランドの支配人って確か敏腕と噂のあなただったんですか？まあな、俺としてもそのファイブスターとかいう奴らにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わん。俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したろうで。いいんですか？グランドの支配人さんがこんなさびれた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラっちゅう業務形態に興味もあるからな、いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございます、お客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。マジマや、一丁頑張ろうぜ。マジマさんですね。何卒よろしくお願いします。ああ、ええ、何やて？ええ。ありがとうございました。
おい、ハハハハ。何やて？え？ん？はい。はい。おい。はい。おい。ん？いや。はい。え？ああ。
はい。何やって？はい。おい。はい。
やって？はい。おい。何？
おい。
なんやて？え？やって？おい。
へへ。ようこそ参戦。美人だな。
んだな。ようこそ三階、ごゆっくりどうぞ。お願いします。メニュー頼りにしてます。失礼します。こちらになります。失礼いたしました。めっちゃ嬉しい。ほんまありがとう。ようこそサンシャインへ。いらっしゃいます。おー、どうぞ、ね、ありがとうございます。盛り上がっていきましょう。面白いね君。ほんまありがとう。ようこそサンシャイン。どうぞ。盛り上がってきた。お願いします。メニューに頼りにしてます。めっちゃ嬉しい。お願いします。ご延長はいかがでしょうか。延長お願い。ご延長ありがとうございます。いらっしゃい。どうもどうも。お願いします。ゲストグラス助かりました。見ますので。ほんまありがとう。かわいいね。楽しいよ。いらっしゃい。ありがとうございます。嬉しいです。かわいい。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しいよ。嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。見ますので。ありがとうございます。嬉しいです。めっちゃ嬉しい。嬉しいです。お願いします。また来ちゃったよ。ほんまありがとう。お願いします。ありがとうございます。かわいいな。大好きな方。また来たで。いらっしゃい。お願いします。絶品さやな。おおきにね。君最高だよ。ご延長ありがとうございます。お願いします。ようこそ。どうぞこちら。灰皿でございました。助かりました。お待ちしてました。面白いね君。見ますので。ありがとうございます。また来たで。やった。ありがとうございます。いらっしゃい。めっちゃ大変。ありがとうございます。大変です。嬉しいです。いらっしゃいます。また来ましたよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。美人だな。はーい。ありがとうございます。いらっしゃい。盛り上がるね。ありがとうございます。ようこそ参戦。最高だよ。かわいい。最高だよね。嬉しいです。いらっしゃい。ありがとうございます。フィーバーするで。嬉しいです。盛り上がります。よろしくお願いします。ありがとうございます。おしぼりと真島さん、ありがとう。最高だよ。盛り上がるね。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございます。
楽しいよ。かわいい。お願いします。まだ行こうよ。ありがとうございます。盛り上がってきた。いいんだね。盛り上がってきちゃったよ。ようこそ。また来ちゃったよ。お願いします。ご延長はいかが。ありがとうございます。こちらになります。ありがとうございました。俺の勝ちや。ありがとうございました。はい。え？え？何やって？はあ、ん？
Ugh.